あー強いこれ。どうも皆様こんばんは。どれくらい進化してるのかめっちゃ楽しみ、セゴリタ3世でございます。というわけで今日の動画はこちらです。アンカーのライフ級30でございます。さあ、こちらのライフ級30ですけれども、過去にはですね、ライフ級10、ライフ級20と進化していって、今回30まで来て初めてのノイズキャンセリング搭載です。値段は1万円弱ぐらいで買えて、もうすでにベストセラーになっています。この間出たばっかりなんですけれども、さすがアンカーめちゃくちゃ人気ということで、こちらがどれくらい使えるものなのか全く開けてないんでわかりません。これから皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがアンカーのライフ級30です。開けていきましょう。さあ出てこいよープン。こんな感じすごいわ。もう速攻ケースが出てきました。他は何も入ってない状態になっています。ケースにはサウンドコアという風に書かれていて、後ろ側は特に何にもなし。さあ開けていきましょう。だったらおーほ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 ー、あ、いいねいいね。サウンドコアのマークが新しくなっています。ちなみに前回はこんな感じ、サウンドコアという風にフルで書かれてるんですけれども、今度のはですね、このマークだけになったみたいですね。この中にいろいろ入ってて、あ、出ました、 How do we サウンドカードとか、なんかいろんなものがババーンと大量に入ってる。 USB-C のケーブルとですね、外部接続用のケーブルがそれぞれ1本ずつ入ってました。ケース自体はこのようにセミハードかな？だいぶ硬いので、持ち運びにも安全そうな設計になっています。そんでこちらが本体そのものになるわけです。このようにパカンと折りたたんで入れるようになって、このように開くと、内側は L とか R とか書かれています。前回もそうだったんで、まあこの辺はあんまり変わってないのかなっていう感じ。でもこのね、モフモフ感は結構熱くなって、かな、気持ちなんか柔らかくなったような気もしないでもないけどな。前作に比べるとちょっと細くなりました。スタイリッシュに見えていい感じ。頭の部分もですね、削り出しっぽくなってるんで非常におしゃれです。で、このようにババンと伸ばすことができるんだけど、伸ばした後もスタイリッシュなのでいいじゃん、めっちゃかっこいい感じだわ。こちらのライフ級30はアクティブノイズキャンセリング搭載、通常モードで最大60時間、ノイキャンつければ最大40時間の大容量で使えます。ノイキャンは交通機関、屋外、屋内モードの3種類、ハンズフリー通話にも対応と、まあこんな感じで使えるみたいなんですけれども、大事なのは音質です。これからつけて使っていきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。の前に匂いもちょっと嗅いでいきましょう。どうなんでしょうかね。ああ、グッスメル、全然問題ないですね。新しい機械製品の匂いがします。大丈夫そうです。つけるとこんな感じに見えますよ。すでにですね、こう密着されてるなーっていう感じ。自分の声がですね、うまく聞き取れないぐらいビターっとつけられています。あ、言ってなかった、電源はですね、左側にあります。電源ボタンと充電差し込むところ、そしてノイズキャンセリング切り替え、右側にはですね、ボリューム上げ下げ、再生停止、そして有線でも接続できるようになっています。はい、アプリと接続するとこんな感じになりますよ。モード設定っていうことで、ノイズキャンセリングとかですね、それぞれがこのように分かりやすく変更することができます。あ、だいぶ変わるねこれ。屋外の場合はだいぶ弱くなります。屋内は、あ、結構強いね。で、交通機関の場合には、あー強いこれ、結構こう強いな。外音取り込みもありますね。あははは、中高域が強調される感じかな。ああ、これで切り替わる。で、標準っていうものもあります。ノイズキャンセリングと外音取り込みがオフになった状態っていうことですね。スリープモードっていうのがあって、好みのヒーリングサウンドをリミックスすることができる。あー、環境音ですね。自分好みにね、こういう風に、まあ、風の音とか波の音とか停止を押せば止まると。で、イコライザーもプリセットでいろいろ選べるみたいです。はははは、アコースティックモードとかですね、ポッドキャストとか、すごい細かい、こんないっぱいあるんだ。自分好みにですね、好きなように設定することはとりあえずできるみたいですね。標準の状態でまずは音聞いてみましょうか。すげえな、これすげえ、ドンシャリだな、めちゃくちゃ聞く。
くな。これかなりね、坊主を意識してると思うな。坊主ほど深い感じじゃないけど、坊主一歩手前ぐらいまでかな、弾いてる感じする。すごい低音聞くわ、これ。音も前作よりはるかに低音聞いてる。もう聞くだけでわかるね。前作はまあまあドンシャリだったなと思うけど、こんなにズーンっていうの来なかったから、過去一重低音は聞いてると思う。結構いいんじゃない？これはいい部類に入ると思うけどな。1万でここまでの音は出せて、ノイキャンも聞いてっていうのはあんまないと思うよ。しかもすごいドンシャリだし、音も気持ちいいし、もちろん閉塞型なんで、まあ音にそんなにね、周りに漏れていくっていうのも、まあ気にしなくてもいいかなっていう風にも思うしね。 AirPods Max みたいに周りが金属とかじゃないから、結露するっていう心配もまあまずまずなさそうな感じもするしね。非常にいいんじゃないかなっていう気がするわ。俺ね、めっちゃ頭でかいんだよね。っていうか全部でかいんだよ。背もでかいし、頭もでかいし、耳もでかいんだけど、俺サイズで一番でかくしてゆとりがあるんで、どんな人の頭でも合うと思うけどな。はい、ということでこれがですね、 Q30 のマイクでございます。こんな感じで。こちらで声を拾ってるっていう形ですけれども、どうでしょうか？僕の声です。こんな感じで皆さんがですね、喋ると通信相手に届くというような形になっています。このまま外して、こういけるわけですね。AirPods Max はこれ逆になってたんで、それ気になったんだけど、こうなんだよね。これでいいよねって思うんだよな。あ、でもすごいいいじゃん。なるほど。わかった。まとめていっていきましょう。はい、ということで今回はアンカーサウンドコアの新しく出たノイキャン付きのライフ Q30 ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めっちゃコスパいいね。すごいコスパいいと思うよ。1万以下でこんだけ音がしっかり出て、充電も長く使えて、アプリでも操作できて、ファームウェアのアップデートもあってっていうのは、めちゃくちゃかゆいところに手が届いてると思う。新幹線とかそういうところに乗って集中してですね、移動時間をまあ自分の時間に使いたいとか、すごい音するからグワーって、耳栓使えば一番いいじゃんっていう風になるんだけど、やっぱそうじゃなくてさ、音楽聞いたりとか映画見たりとかっていう風に有意義に使いたいじゃないですか。そういうのを考えると非常に安くていいんじゃないかなっていう風には思いましたね。イコライザーもですね、まあデフォルトのものもあれば、プリセットとして非常に細かく用意されていますし、もちろん自分好みにカスタマイズして楽しむこともできる。外部接続のケーブルもあるんで、しっかり音をですね、繋いで楽しむこともできますし、 USB-C 対応なんで充電時間もですね、以前に比べればだいぶ早く充電できるようになったかなっていう風にも思います。つけ心地もすごい軽いのよ。これ AirPods Max はね、結構ずしっとくるんだけど、非常に軽くていい感じですよ。デザイン的にも D っていう風に書いてあるだけで、サウンドフォアとかって書かれてないから、それなりにおしゃれに使える。削り出し感も非常にいいしね。片手をパッて押さえればですね、外部取り込みとかノイキャンとか切り替えることができる。これはソニーでもそういう技術があるんで、まあそれをですね、うまいこと真似したのかパクったのかわかんないけど、そちらを参考にそういった機能を取り付けたのかなっていう感じはしますけれども、非常に便利ですよね。で、そうね、残念なところを言っていくと、手で上に上げ下げできると良かったかな。意外とね、ヘッドホンつけながらここのポチポチを探すの大変なんですよ。もちろんね、スマホでパパってやればいいじゃんっていう話なんだけど、まあそういういろんな機能をつけるとね、コストはかかっちゃうっていうのはあるのかなと思うんだけど、1秒タッチだから、付け外しするときにノイキャンのオンオフとかが切り替わっちゃう。どうしても持つときにこう持つじゃないですか。で、それがね、1秒タッチと認識されちゃうんで、ここがもうちょっと変わってればいいなっていう風に思いましたけどね。あ、でもそんなもんだわ。マジでそんなもんですよ。デザイン的には全然もう前作なんかほんとおもちゃっぽかったけど、今作の方がもうはるかにいい感じになってるし、細いしスタイリッシュだし、音もしっかりズーンと重点音聞いているし、ヘッドホンってやっぱさ、ドンシャリの方が良くないですか？バキッと来てる方がさ、ヘッドホンで音聞いてるっていう感じがするし、まあもともと閉塞型だからさ、音も漏れにくいわけだから、それで聞けた方がいいなっていう風に思うんで、僕は非常に今回はもうめちゃくちゃいいんじゃないかなっていう風に思いました。初めてじゃない？今期買ってよかった、今年買ってよかったものに入るわ。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるんで、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。というわけで今回はアンカーの新しいやつ、ライフ Q、 これは20だった30ご紹介しました。いかがだったでしょうか？皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。